南牧ヶ原駅。南牧ヶ原駅は、神奈川県横浜市旭区柏町にある、相模鉄道泉屋線の駅。皆、牧という略称で呼ばれることがある。駅番号は SO31、電報略号は牧。掘割の中に、相対式ホーム2面2線を有する。ホームは重量編成に対応しており、湘南大駅方は牧ヶ原トンネル高校となっている。 二股川駅方では、東海道新幹線が交差しているが、新幹線に駅はない。駅舎は、橋上駅舎である。この駅舎は2000年から2001年にかけて、改修工事が行われ、ホームとの間には、エスカレーターとエレベーターが設置されたほか、同時に改札内には、多機能トイレが設置されて、バリアフリーに対応した。2017年。 平成29年度の1日平均乗降人員は1万1381人である。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下記の通り、泉や千円線全般に見られるようにニュータウンであり、駅の開発とともに開発が進んで住宅地が広がっている。当駅は既存の二股川駅や希望が丘駅にも、 比較的近いことで開発が進みやすか、ほか、隣駅の緑園都市駅周辺のブランド価値を高めたいこともあるのか、大規模な団地は造成されておらず、一戸建てと小規模なマンションで構成されている。駅の東側には、子供自然公園、通称、大池公園があり、市民の憩いの場となっている。また、駅付近の西側には、雑木林が広がっており、 その北側は柏遊水地となっている。この雑木林は周囲を柵で覆われ長年立ち入りができない状態であったが、2015年には整備を行い、南側の散策エリアと北側の自然保護エリアからなる柏町市民の森として開園した。なお、雑木林脇、鳥居付近にかつてあった沼、宅地の新規造成により現在は消滅は、 周辺の住宅地造成以降に出現したものである。駅の南西、池の谷地区には横浜市の最終処分場の一つである新明大処分地があり、駅開業前の1973年10月から2011年3月まで約38年間埋め立てが行われていた。敷地の一部はグラウンド、新明大スポーツ施設として市民に開放されている。 泉谷千円線は環境未来都市における横浜市のモデル地区にも指定されており、また相鉄グループでは同沿線をガーデンシティゾーン都市地域活性化沿線価値向上に努めている。その一環として同グループの成長戦略ロードマップビジョン100でも掲げられている泉谷千円線駅前街クリノベーション計画が進められており、泉谷駅周辺の再開発、 相鉄ライフ泉屋に続く第2弾として、当駅周辺の再開発、南牧原駅周辺リノベーションプロジェクトが計画されている。さらに、当駅周辺は2013年、平成25年度に国土交通省の住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業に採択されており、同グループではこの事業への取り組みを、皆、牧未来プロジェクトと呼称している。 その際に実施された周辺住民へのアンケート調査結果なども参考にしながら整備を進めていく方針である。計画ではまず、総鉄ゼ前南牧が原店をそれまで駐車場となっていた敷地に移転、移転までは旧店舗で営業を継続し、同店舗後の敷地を含むショッピングエリア、牧が現ライフ、正式名称は牧が現ショッピングプラザ総鉄ライフ、 総鉄老前、ハックドラッグ、リソナ銀行 ATM 以外の店舗は2015年7月20日に全店営業終了や旧 YMCA 南牧ヶ原港の建物を解体。再開発の対象エリアは駅周辺約2万平方メートル。跡地には従来の牧が現代府に代わる商業エリアを整備し専門店などを誘致するほか、住宅エリア、賃貸、分譲、 高齢者向け集合住宅や、駅前広場、駐車場の整備にも着手するとしている。2015年9月11日に、新たな商業エリア、総鉄ライフ南牧ヶ原の第一期として、総鉄ローゼン南牧が原店外店オープン。さらに2016年4月28日には、第二期として、ドラッグストア、ベーカリーカフェ、クリニック、病児保育施設、 クリーニング、美容室など、生活支援機能を担う施設、11店舗がオープンしている、クリニック、調剤薬局、病児保育施設は、同年5月以降オープン。また周囲に配置されている、住宅エリアでは、2017年に賃貸マンション、ノックスミナマキみら認可保育園、学童クラブ併設とサービス付き高齢者向け住宅、グランドマストミまきみらい、デイサービス、 訪問介護事業所併設が完成。さらに2018年度には分譲マンション、グレーシア・ミナ、マキ・ミライも完成し、これをもって、駅周辺の再開発事業は完了予定である。最寄りの停留所は、駅南側の道路にある、南マキガハラ駅である。以下の路線が、総鉄バスにより運行されている。なお、かつて同停留所を経由する路線は朝日19、系統。 二股川駅南口及び、緑園都市業、平日、土曜に、各一本のみであったが、2016年7月4日より、朝日89系統及び99系統、二股川駅南口希望が丘駅間の路線において、先が、丘立橋付近の渋滞回避を目的に、新設が朝の時間帯に予示し,している。ここでは、南牧ヶ原駅構内とその周辺の、 関連施設において撮影されたものについて記す。駅近くにある古戦城から、牧ヶ原一帯は、平安時代には、牧ヶ原と呼ばれていたが、この付近で、畠山重忠が戦って敗れた北条氏の一万、騎兵にちなみ現在の漢字が当てられたとされる。二股川駅南口から、方方向に進んだところにある、県営牧ヶ原団地一角には、 1892年、明治25年に建立された畑山重忠校異列碑がある。なお、当駅の計画時における歌唱は、牧ヶ原であった。また当駅の東側において、牧ヶ原という町名はあるものの、南牧ヶ原という地名は存在せず、駅があるのも柏町である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。